皆様こんににちは経済産業省の西川でごござざいいいいままますす今日お集まりりただいて本当にありがとう SIB についてですね、日本でこれをどんどん広めていこうということで、まあ、数年前からあの、ここにおられる皆様と一緒に汗をかかせていただいているわけですけれども、これを特定の地域の、特定の領域だけではなくて、もう幅広い地域でも、日本全国で、さまざまな基礎自治体でですね、またあの、 がん、えー、とか、が、え、ん、ー、検診とか、またあの糖尿病の重症化予防というところから始まったわけですけれども、今日も議論になる介護予防とか、あらゆる、えー、ヘルスケアのシーンにです、ね、これを広げていきたいというふうに思っています。あの今日企業の方も、自治体の方に加えて企業の方も多数参加だというふうにあのお聞きしております。このの超高齢社会の中で予防やや健康づくりりをしっかりやろうと うちの大臣も明るい社会保障改革とかですねあのいろんなことを主張させていただいてますけれどもこのためにはこれまでの社会福祉の皆様のご努力に加えてですね幅広い産業の方のご,努力あのご協力も非常に大事になってくるということであります。職域においては、うん ちょうどこれ厚労、厚労省さんと一緒になって、健康経営というのを数年前からやらせていただいてますけれども、これも最初はゆっくり始まったわけですが、今、指数関数的にです、ね、参加者が伸びているというような形になっています。上場企業さんの4社に1社ぐらいまでが健康経営やってますよという形になりました。SIB についても まあ最初は非常にこの八王子さんと神戸市さんから始まったんですけれどもこれがどんどんこのいろんな自治体さんに広がってですね日本を動かすコミュニティの健康予防を強化するための大きな動きになればいいなというふうに思っております今日のご議論も私非常に楽しみにしておりますしまたぜひ皆様が各地域やですね各業界で SIB に取り組んでいただくにあたっていろんなヒントとか 悩みとかアイデアとか出てくるんだと思うんですけれどもぜひ事務局経済産業省の方にお寄せいただいて我々もそれをしっかり拡散していきたいというふうに思っておりますのでぜひよろしくお願いします今日はあのスタートでございますあの今年、えー、皆様がですねもう今日参加された方がもう必ず自分が関与する SIB を一つでも作るぞというような思いで書いていただくことを記念をしまして冒頭の挨拶とさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました <laughs> それでは皆様よろしくお願いいたします。えっ、ー、と経済産業省商務サービスグループヘルスケア産業課の高橋雅樹と申します。 本日はです、ねあのまあ、前半部分に、えーまあ、実際に SIB とはどういったものかという概要であったり、まあ、取り組む意義みたいなものをです、ね、ご案内をさせていただきたいと思っております。でその中で,です、ね、じゃ実際に SIB を進めていくというところ各自治体であったり各事業者さん、まあ、いろんな主体がおるかという,ふうなことで認識をしておりますがじゃそういったときのこう推進にあたってのポイントであったりです、ねえーまあ、その効果であったりその実例そういったものをです、ね、あの少しヘルスケア分野あの我々が関与している範囲で、えーまあ、ピックアップ アップをしてですねご紹介をさせていただければなというふうに思ってございますのでえ30分程度のお時間ではございますがえご配置いただけるよう,うに思ってございますよろしくお願いいたしますそれではまず最初に SIV の概要についてご案内させていただきますまずソーシャルインパクトボンドというふうな形略して SIV というふうに政府の会議体の中でもですね呼んでいるところではありますがまあ実際何なのかという話についてはですねまここの1ポツ目にあるようなところがポイントであるというふうに認識をしてございます SIB とはですね、民間資金を活用して、革新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成果ですね、いわゆるコストの削減価分というところを支払いの原資として実施をするというふうなことを定義として考えてございます。まあ、要すれば、まあ、成果払いで民間資金を活用するというふうなことが大きなポイントになるのかなというふうに考えております。 でまあ、後ほど海外の事例も含めてざっ、ね、と外観をさせていただきますが、えーまあ、そういった海外の都市等もです、ねえー、民間事業者の活動の社会的インパクトをです、ね、数値化をして特にその自治体等がです、ね、その成果報酬も支払うと、まあ、そういったソーシャルインパクトボンドのスキームが導入をされ、まあ、民間資金も含めた活用が進んでいるというふうな状況になってございます。 で一般的なスキームというところで、左下の図のように、えー、お示しをさせていただいてございます。必ずしもです、ねまあ、このスキームに関わるあの関係者が一人一人いる必要があるかというとです、ね、まあ、それはあくまで例示という形でご認識をいただければというふうに思ってございます。 ポイントとしては、ですね、ああ地方自治体との,あの青でかかっているところが、何かしらこ,うこれまでえまあ福祉であったり、ヘルスケアであったり、健康増進であったり、さまざまなこう事業をしていく中で、それに対するそのまあ成果をですねまあしっかりと民間事業者のノウハウを使って効率化をしていくと、それに対するそのサービス提供者みたいなものが創意工夫をして、ですね、実際に事業を実施し、成果が上がったというふうなところであれば、それに対する支払いをすると、そういったところが大きなポイントになってくるのかなと思ってございます。 でそのほかにもです、ね、周辺というか、まあ、これもかなりコアにはなってくるんですけれども、まあ、それをじゃあ実際にどう評価をしていくべきかというふうなその評価組織であったりそれを運営するような組織もしくはその資金を提供するような方々、まあ、そういった方々が、えー、と各地域においてです、ねまあ、コアになっているようなプレイヤーとしておられるのかなというふうに思ってございますでじゃあどういうそのコストの削減であったり支払いのイメージなのかというふうなところが民謡を示しをしているような図であります もともと100の例えばですね行政のコストを費やしているものがあるとまあそれに対してまあ民間事業者等が含めてですねえそういう工夫をし例えば50のコストを削減することができましたとじゃそれを原資として SIB 実施にかかるコストであったり NPO の委託であったりまあ投資家のリターンとそういったものを支払っていくとまあこれは成果が出た分あのその原資になってあの成果払いとしてえ利益が還元されるとまあそういったところまあアウトプット等をですねえと勘案をしながらやっていくというふうなことが まあ理想的な図として我々としても認識をしているところであります。 ポイントとしては、後ほどまた実施にあたっての外観をご紹介させていただきますが、コスト削減をどう定義するのかといわゆる KPI であったり、成果指標、そういったものを関係者間で議論をして、ここは大事ですよねと、そういったものに定義をし、それに対する創意工夫をみなみながやっていくと、そういったところが実際に推進していく上えで、ポイントであり、難しい、あまたそれは大きな意義であるということで考えているところであります。 そういった外観を簡単に紹介をさせていただいておりますが具体的にどういうプレイヤーがですね、どういった関わりをしていくのかというふうなところをお示しをした図がこの図になってございます。でまあいろいろとこうお示しをさせていただいているところではあるんですけれどもやはり左上にある行政がどういったことをやっているのかというふうなことが一つありましてですねそれに対するそのサービスの提供者があると。 でじゃあ実際にそれを推進していく上での中間支援組織であったり第三者機関であったりサービス対象者が実際にあるというふうなことで、えー、おのおのが関わり合っているというふうなことを、えー、思っております。 で実際にこの1ポス目に書いている通り SIB を実施する際においてです、ねまあ、中間的にその、まあ、中立的にです、ね、事業成果を評価するというふうなことも一つの、えー、まあポイントになっているというふうに思っておりまして、まあ、そういった第三者の評価機関であったりです、ねまあ、行政や資金提供者もしくはその、えー、実際にその案件を調整したりです、ねえー、形成を支援すると、まあ、そういった中間支援組織もです、ね、あ,のあると非常にこうスムーズに進んでいくというふうなことが、えー、まあこれまで SIB をです、ね、日本の中でこうハンズオンで 見ていた中でポイントになるのかなというふうに思ってございます。 というのもです、ね、実際にこうやっていく上でもともと KPI がある程度も固まっていてです、ね、じゃあこれを目指してやっていきましょうというのが各関係者間で合意形成が取れていれば、まあ、そういったものっても自動的に進んでいくんですけれども、まあ、実際そういったことがこう、まあ、データセットであったりです、ね、あのロジックモデルであったり、まあ、完全にあの整備されてるかというそれはまあなかなかその各地域地域にカスタマイズをして作っていく必要もあると、まあ、そういったところでその評価や祖先の管理にいったところが事業規模に応じてしっかりとこうどういうふうな推進体制を講じていく こととが適切かというふうなことでやっていく必要があるのかななといいううふうに思ってございますなので、まあ、こちらも若干繰り返しの部分を含むんですけれども主なセッシュの推進組織としてはもちろん行政であったりサービス提供者、まあ、それに関するその中間支援組織みたいなものがあるのかなというふうに思ってございますでまあ実際にサービス提供する方、まあ、あの本日民間の事業者の方も多々あの来られているということで、えーとまあ、いろんなご関心を持たれているのかなというふうに思っているというふうに思ってございます まあ実際に SIB みたいなものをですねやっていく上で、まで効率的なマーケティングをどう提供するかという話であったりまあじゃあ IT ツールを使ってそれをどう効率化していくかという話であったりもしくはその行動変容健康増進に関するこうサービスを提供するような方であったりもしくは解剖業にするようなそのプログラムを提供するだとかまあそういったそのソリューションに関わるところというのはまあこれまで確たるエビデンスが出ている領域もあればま,あまだこれから出していく領域もあるというふうに思ってございましてまあそういったところはですねこういう SIB みたいなスキーム 実際に成果が出るのかどうかというふうなところをこう出た分、しっかりとお支払いをすると、そういう,こういろんなこうプラットフォームというか、いろんなサービスをですねこうピックアップしてこう実際に使えると、そういったことが民間事業者にとってもですねあの非常にサービスをこうより充実させるという観点では大事になってくるのかなというふうに思っているところであります。 実際 SIB に関するその外観的な意義であったりまあ関連しうるプレイヤーというふうなところをこうご紹介させていただいたところでございますがまあ実際にこう先駆的に進んでいるところがどうなのかとまあ我々よく海外のベンチマークをしつつ検討を進めることも多くございますが実際に SIB の実施事例としてですねあのせ実際の世界でどういうふうな分布があるのかというところをご案内しているのがこの図になります。 特に多いのが、えー、欧州の62県というところでありまして、まあ、これ少し2015年ぐらいだったかなのデータだと思うのでまた増えているのかなというふうには思うんですけれども、えっと、世界初はあのもしかしたらご案内のとおりかもしれないですけども、えっと、イギリスの再犯防止に関する SIB プログラムというふうになってございます。 まあこれはあの刑務所からその釈放されたいわゆるその短期受刑者がですね実際にえっと再犯率を減少するためにえっとそのメンタルヘルスの支援であったり職業訓練をするだとかまあそういったところをこうえ実際にえっと7年ぐらいかけて KPI を設定し改善するかどうかというふうなことを実施しているものであります。 でまあ、ちょっと今回、ヘルスケアに特化しているんです世界の動向ということで簡単に続けさせていただきますと、まあ、他にもその就労支援であったり、もしくはそのホームレスの自立支援、まあ、そういったものも海外では取り組まれておりますし、まあ、児童養護、まあ、オーストラリアだとそのいわゆるまあ家庭環境の調査であったり、まあ、虐待を止めるためのプログラムだとか、まあ、そういったことも実施されているところであります。でそういったことをこう まあ全体として、率としてどういう分野があるのかというふうなことを分析をしておりますと、なかなかそのえと若者就労支援であったり生活困窮者支援、そういったところも多くはあるんですけれども、貯金だとですねあのイギリスでもですね2015年頃に生活習慣病の予防というふうなプログラムが SIB として創生をされているところと認識をしておりますで。中でもですねその日本ではむしろ SIB においてそのヘルスケア分野の取り組みがまあ先駆的に進んでいるのかなというふうに思っているところであります。 まあこれはそのまあ自治体さんのご関心であったりまあ日本の,その少子高齢化みたいなバックグラウンドはあるのかなというふうには思っているんですけれども後ほどご案内するようなその八王子の取り組みであったり神戸の取り組みまたはそのえとご登壇いただくような雲の取り組みまあそういったものがですね我々としてもこうハンズオンでやらせていただいているところもございますしあの前回我々その関西でもセミナーを行ったんですけれどもまあ実際にその参加されたえと自治体の方がですね我々 SIB やりますというようなことでえと非常にこう即座にご検討いただいています。 でですね、あのヘルスケア産業家さん、高橋さんやりましたということで、実際にもう SIB をこう予算として取って実施をするというようなことをです、ね、あの自らの、えー、とセミナーで、えー、とその蓄積されたノウハウをもとにです、ねえー、実施されるというふうなことも進んでいるので、まさにその各行政機関、自治体であったりです、ね、まあ、そういったこう、まあ、各ローカルのところでもで、すね、自らこのよううのを推進して意義を感じていただけると、まあ、そういったところの,ふあの機運がです、ね、非常に高まっているところでもあるのかなというふうに思ってございます。 まあ若干、余談でもあるんですけども政府全体の未来投資会議の中でもですね 竹中会長ヘッドで議論がなされているんですが、まあ、SIB の取り組みというのは非常にこう関心も集まっているところでございますしもともとは PPP であったり PFI であったり、まあ、それこういかにその民間の活力をこう行政のノウハウ、まあ、あの業務の、えー、より質の高いものを目指していくかというふうなことに活用していくというふうなところでの期待感みたいなものも高まっているかと思いますし、まあ、こういった流れはです、ね、今後より広がっていくのかなというふうに思ってございますので、まあ、ぜひあの今日のセミナーでですねこうあの何 何かしお持ち帰りいただけるものがあればという,ふうに思ってございますしまた,またあのご参加いただいておりますので何かしらネットワーキングもです、ね、ぜひやっていただければいいなという,ふうに思ってございますですみません、少し戻りましてですねじゃあ改めてそのじゃあ自治体3メーンの,すませんあのお話にはなりつつご容赦いただければと思いますが、えっと、じゃあなぜ自治体がサイに取り組む必要があるのかというふうなところを、まあ、簡単に我々の認識としてポイントに絞ったスライドをご紹介させていただきます。 でまあ、自治体の中で,です、ね、じゃあ健康増進あのヘルスケアに関して言うとです、ね、であったりもしくは介護予防もしくはもっと前段階の,そのゼロイチ予防であったり、まあ、いろんなその健康ヘルスケアに関する取り組みというのは非常に首長さんの関心も高いかなというふうに思っているところであります。 でもじゃあ実際そういうのをやろうと思った時にですね自治体としてそのいわゆる政策経費ですねああのまあ機動的に使える予算がですねあるのかというと、まあ、そこはこう7.5%程度しかないというふうなことが全体像としても整理ができるところであります。 で実際に、ね、じゃあ、やはりその固定費の割合が多いんだけれども、こうその政策経費をこういかに捻出しようかという自治体の関心をこう考えたときに、じゃあ、そういうのは SIB 導入によって、その固定経費の効率化を含めて、成果払いでやっていこうだとか、まあ、そういう,こう事業者側の創意工夫を含めて、ですね自治体としてもその行政の効率化をやっていくというふうなインセンティブ、モチベーションも、えーとまあ、整理できるのかなというふうに思ってございます。 で実際にこうエサ部屋っていく上でです、ね、その複数年度にわたる事業として設計をし、えー、まあ予防的な事業を取り組むと、まあ、そういったところはです、ね、成果払いのえやり方がまあ馴染むところなのかなと思っているところであります。まあ、というもので,です、ね、その予防ってこう この1つのメニューをやれば確実によくなるかというとです、ねまあ、そこはいろんなメニューを組み合わせてやるだとかもしくはこうあの人によって変えつつやるだとかその固定的に最初から決めてやるというよりかは、まあ、実際にその、まあ、現場現場のノウハウをです、ね、機動的に組み合わせてやるというふうなことも1つの、えーまあ、うまくいくポイントとしてもあり得るとは思っていて、まあ、そういったことも含めると、ね、SIB というのは非常にあのツールなのかなというふうに思っているところであります。 でまたです、ね、その自治体で SIB として取り組む意義としてです、ね、地、ま、震、あ、にあたって、行政であったり、資金提供者であったり、事業関係者のです、ねまあ、合意が取れる成果指標は、評価方法を設定する必要が発生するというところでありますが。<laughs> まあこ,のえっとこのプロセスにおいてですねまあ我々いろいろご一緒に SIB どうすればできますかねというディスカッションをしていく上でまああの後ほどパネルディスカッションでも一部あの話題に振られるかもしれないですけどもそこのこう関係者間において我々って何を目指すべきなんでしょうかという議論であったり KPI 成果として何を定義するべきなんでしょうかそういったところってこう行政としてもですねこうまあしっかり分かっているところもあればなかなかそこの議論が尽くせていないところもあれば事業者とこう一緒に議論することであこういうところ 大事ですよねっていう話であったり目指すべきでしょうねっていう話っていうのはまあこう有機的にこう誘発されるようなところもあるかなという,ふうに思ってございましてまあそういう,う KPI に関する議論がまあやっていくというようなこと自体がですねより良い政策を目指していくというようなことのポテンシャルにもなっていくのかなというふうに思っているところであります。 まあ私もあの前のポストではですねあの政策評価もやっていたりもしたんですけども、実際にこういうの評価をやるうえ、なかなかその数字だけをというよりかは、まれわ自身がどうなっていくのかと、どうよくなっていくのかと、そのための評価を行うというふうなことが政策評価の本釣であるのかなというふうに思ってございまして、こういうのが SIB の領域でもですね議論の中で創をされていければ非常にありがたいのかなというふうに思ってございます。 でじゃあ実際に SIB みたいなことをやろうと思ったときに、まあ、いろんな、えー、オプションがあるのかなという,ふうに思ってございまして、まあ、そもそもこう委託事業でやればいいんじゃないのという話であったりいや別に民間じゃなくていいんじゃないのみたいな話っていうのは、まあ自治体のもともとやっていた事業をこういかに SIB にやるかという,ふうなところで、まあ、議論になってくるのかなと思ってございまして、まあ、そのときにまあどういう整理をするべきかという,ふうなことで、まあ、簡単にご紹介させていただければと思ってございます。 で実際にこうじゃあ自治体の授業はありますというようなことで1、まあ、つのポイントとしては、まあ、自治体が自らやることが効率的ですよねというものはあの別に自治体があればいい話ですが、まあ、実際にこれをこう民間に委託することによって一部効率化が図れるのではないかというようなところは SRB になじんでいくのかなと思ってございます。 2つ目のところの分かり目ですけれども、まあ、そういう効果がです、ね、変動的であるかどうか、まあ、実際にあの同じことをやって同じアウトプットが出るだとか、まあ、使用書通りにあれば同じようなことが出ますよねというところは肯、まあ、定的にやればいいんですけども、政、ま、府、あ、が若干連動するというふうなあのところであればです、ね、まあ、それは SIB に馴染んでいくのかなというふうに思ってございます。3、まあ、つ目の分かり目については、民間資金を活用することが良いかどうかという話になってございます。 でそこの最後、分かれのところについては、ですね、まあ、あのもともと固定的なところは PPP であったり、PFR みたいなところもあるんですけども、まあ、ソフト系のものであったり、不確定要素が大きいですよねと、まあ、そういったものについては、SIB の方がいいのかなというふうに思ってございます。まあ、こういったところでこう既存の事業をです、ねこうまあ、ブレイクダウンしていただいて、実際にどこに,こ,こにはめるのが一番いいのかというところの検討をしていただくのがいいのかなというふうに思ってございます。 で実際、じゃあ SIB やって何がいいのかというふうな話については4つ大きなポイントがあるのかなと思っているところであります。まず1つ目は、まあ、ご案内のとおりでもありますけれども実際にやることでより高い成果の創出が期待されるというふうなところであります。もちろんその事業者自身がですねいろいろやるときに、えーまあ、実際に使用書通りにやるというふうなインセンティブではなく実際にその成果を出すというようなところでの創意工夫が期待されることが非常に大事なポイントになってくるのかなと思っているところであります。 2つ目が SIB でや、ねまあ、SI ることで、まあ、実際に行政コストが削減できますよねというふうな話であります。まあ、地方体としてもです、ね、そういった行政コストというのはどんどん増えていくというふうな中で、まあ、前向きな事業をやっていくためのロジックとしては、まあ、実際に効果も上がればです、ね、コストも削減できるし、まあ、住民の満足度も上がるんじゃないかとかそういったことが整理ができるのかなというふうに思っているところです。 で3つ目、ですねこれがその、まあ、若干、副次的な効果でもあるかもしれないんですけども、まあ、非常に大事なポイントではあるのかなと思っていて、まあ、の成果を明確化した上でで、すねその達成方法についてこう民間のアイデアに委ねると、まあ、そういったことになるため、まあ、社会的課題をこう解決するために、まあ、どういう手法があるのかなという話であったりというのを、まあ、把握、検証ができるのかというふうなことが、一つの大事なところであると思っています。 4つ目のところはです、ねまあ、実際に SAB を導入することにより、まあ、自治体であったり、まあ、民間事業者にとってもそうだと思うんですけれども、まあ、成果を出すためにはどうすればいいのかと、まあ、そういったところのこう、まあ、思考が、ね、より日々あの要求されるというふうなことがいい面としてあるのかなと思っているので実際にその成果思考になっていくというふうなことが効果としては期待されるところであります。 SIB の意義であったりですね、あの動向であったり、あのやったところの,その効果、まあ、そういったものをお話をさせていただきましたが、えっと、続いて、じゃあ実際にやっていくというふうなことに立ったときに、どういうテーマ設定が望ましいのか、望ましいというか、まあ、あ,のあり得るのかという話であったり、じゃ実際にこう日本の中でこれまでどういう案件があったのかというふうな外観を説明させていただければと思ってございます。 で実際にテーマ設定をやっていくというふうなことになった時に、まあ、いきなりゾロベースでその例えば、えー、首長さんがエサビやろうというふになった時に何から始めたらいいのかと、まあ、か,かなり悩まれるところもあるかもしれませんが実際にそれは、まあ、あの一つのポイントがあるとは思っていて。あの 既存の事業のうちです、ね、現状をなかなか改善したいんだけどもどうやっていいのか分かんないという話であったりもしくはその今後対応すべきという必要性は分かってるんですけどもどう新しく作っていいのかが分かんないとかそういったところについては活用が期待されるのかなというふうに思ってございます。 特にですね、あのヘルスケアの領域においては、予防的な事業も、えー、期待されるところではあるんですけれども、やはりそういったものはです、ね、成果が出るまでに一定のその期間を要してしまうというふうなところがあるので、まあ、そういったものをです、ね、SIB を活用することも期待されるという,うに思ってございます。 でステップとしてはです、ね、実際に、えー、テーマの抽出を、まあ、一ズでもご案内のような、まあ、既存事業のうちこれって成果出てるのかなという話であったりいや,やってるんだけどもなんかもっといい方法ないのかなと、まあ、そういったものをこう考えるということが1つのステップとして、えー、まず考えていただければなというふうに思ってございます。でステップ2としてです、ねまあ、そういったこう事業を羅列した中で,です、ね、例えばそのオレンジに書いているその項目のように成果発注ができるのかという話。 サーービスのの提供者がイメージできるのかという話でまた行政コストがある程度これは削減できますよねというのが簡単でもいいのでイメージが描けるかそういったところのこう3つのポイントがあると思っていてまそ,ういその3点を満たすものについては s ビ b 本格的に検討していいんじゃないかというのがまあざっくりと整理できるのかなと思っているところであります。下の欄にですねあの実際に検討や実施されているテーマを例として挙げているところであります。 で対象のテーマのヘルスケア領域としてはです、ね、あの認知症の予防であったりもしくは貯金などの重症化や糖尿病の重症化予防もしくはそのがんの検診率の受診率向上あと介護予防であったり健康づくり、まあ、こういったものは実際に案件としてもこう発生しあの蘇生されているというふうに認識をしているところであります。 で右の方はご参考でもあるんですけども、ヘルスケア領域以外でも、ああグローバルの説明もさせていただきましたが、児童の関係であったり、就労支援であったり、企業であったり、移住支援、そういったところもですねえ実際に発生しうるというふうなことは考えているところであります。 でじゃあ、そういったところでテーマがある程度決まってきましたと、じゃあ、その成果指標をどう設定しようかというふうな話についてはです、ね、ここはあのかなり、えーまあ、難しいところであまり大事なところであり、SIB のまもしいところでもあるというふうに思っているところであります。 で実際にじゃあ、えー、と重症解剖であったり、検診率向上であったり、まあ、そういったところの議論を設定したときに、じゃあ、何をその、まあ、医療費、介護費みたいなところが最終目標としてはあるんでしょうけれども、実際に支払いの条件として、何をこうアウトカムとして設定するかというふうなところについてはです、ね、まずはその住民であったり、議会であったり、事業者、まあ、こういった関係者がです、ね、あのしっかりと納得感を持つようなことは、接種票として設定してあげるということが大事かなというふうに思っているところであります。 ここはかなりバランス論はあるのかなと思っていてあまりそのアカデミックにガチガチとモデルをこう精査に積み上げてあのもう100%この数値は確からしいですというようなことをやってしまうとです、ね、それだけでも3年5年かかっちゃうというようなことも考えられているところでありましてもちろんその誠実さは追求する必要があると思ってございますし非常に大事なポイントではあるんですけども、まあ、いろいろこうなかなかデータがその待っている。 と、どそれで生まれるのかというと、まあ、そもそもデータを作りに行く必要があるっていう話であったり、ままずはやってみようという風な。ところで進めることも大事なポイントであると思っているので、まあ、そういったところをですね。こうしっかりとまずは納得感が持てるような形で設定をするということがまあ、1つの。まあ、実際にあの走らせていく上でのまポイントにはなってくるのかなというふうには思っているところであります。 でそういったところをですね、えーまあ、設定した上で4つのポイントとしてですね来ズをさせていただいているところではありますけれどもではその設定した、えー、と目的アウトカムですねがですね1つ目の通りそり達成したい成果と関係性がある程度明確であるというようなところのポイントであるところでございますこれはあのこうだからこうと、まあ、あまりその、えー、と複雑にせずにですねあのすごいシンプルに説明ができると、まあ、それが1つの、えー、と軸としてあることが、まあ、1つのまあ 例えばその関係者間の納得、合意形成であったり、えー、もしくはその今後の展開みたいなのを考えるときに、まあ、1つのポイントにはなってくるのかなと思っているところであります。で、また2つ目には、短中期的に出現する指標であったりというところ、で3つ目がその客観的なデータを用いているというところ、で4つ目がそのがんだインセンティブをもないことが大事だというふうに思っているところであります。 でじゃあ実際にその評価指標を設定していくというところはですねまあどういうイメージでやっていくことがこれまで、えー、あったんでしょうかというところを簡単にご説明をさせていただければというふうに思ってございますで我々経済産業省としてですねあの健康寿命延伸産業の、えー、事業の中でですね、えー、まあ実際にその 定量的なその検証、いわゆるその課題の整理みたいなところを平成27年度から始めているところではありまして実際にスタートしたのがその28年度からその案件祖成の支援というふうなことを実施させていただいているところであります。 もちろん本格的な SIB の普及導入というのはこれからいろいろ広がっていきうるのかなというふうには思っているんですけれども先駆的にやられているのがもちろん平成27年度からはです、ね、今回ご登壇いただくく門さんにです、ね、実際にメニューをやっているところで健康増進にどう資するようなものが出てくるのかというようなことを実施していただいたところでもありますし28年度からです、ね、そういった示唆を踏まえながらです、ね、八王子市さんでは大腸がの検診受診の鑑賞神戸市さんでは糖尿病 病のそのそ重症解剖ととと予防というふうなところでいいでありますで29年度からはですねあの、まあ、広域連携やってみようというふうな話も盛り上がりましてですね、まあ、広島県での,その県とその県下の市町村が連携をした広域連携のモデルといったものを実施してあの実施いただいているところであります。 で我々もとしてもです、ねまあ、そういった案件の創、えー、生を踏まえてです、ね、ノウハウ集みたいなものをです、ね、あの経済産業省のホームページでアップロードしてです、ねまあ、さらなる広報であったり案件の発掘というのを進めているところでありますで実際にじゃあ平成29年度からです、ね、実施したものとしてです、ね、神戸市八王子市、えー、こういったものをやっているところでありますで冒頭もあ先ほど申し上げたとおりその神戸市においてはです、ねえー、実際にその 糖尿病の慢、まあ、性の重症解剖というふうなところをや,りましたやっていただいておりますし八症地震については、えーまあえー、受診鑑賞というようなことを実施していただいておりますで両事業ともにです、ね、あの中間成果に関する評価を行い、まあ、目標をあ回るような成果が確認されたため初回の成果レード型の支払いを遂行いただいているという状況であります。 具体的にはその保健指導のプログラムの終の了率であったり生活習慣の改善率であったりまあ実際の検診の,の受診率というようなところをその中間的にですね評価をしたというふうなところでえおきあの聞いているところであります。で じゃあその後にその平成29年度頃からですねその広域連携のモデルというものも我々としてもこう案件の形成の日本総研さん等を通じてですね実施をしているところでございまして広島県のえと県下の広域連携モデルにおいてはですねまあこれもそのオーダーメイドの受信鑑賞というようなところで実施をしていただいているところであります。 でまた右側のです、ねえー、と兵庫県であったり新潟の見附であったり千葉県、まあ、そういったところの,その県域を超えた市町、えー、その連携というのモデルというようなものもこれはあの、えー、と実際にその事業者であったり自治体であったりアカデミアそういったところが主導でやっていただいているところではあるんですけども、まあ、その健康増進に関するその予防プログラムであったり健康ポイントみたいなそういったところで案件を、えー、推進していただいているというふうに認識をしているところであります。 でじゃあえっと、そのほかにもです、ね、我々がこう支援させていただいている以外にもです、ね、あの地方創生推進交付金等を活用して、まあ、独自にこうやっていただいているようなところもありましてこちらはご参考まで、えっと、触れさせていただければというふうに思っているところではありますけれども。 実際にその岡山市ですね、こちらについては35歳以上の,そのいわゆるそのかなり健康よりの方も含めてです、ね、健康ポイントのようなものをこうインセンティブとして付与し実際にその健康増進に関するプログラムを通じて生活習慣の改善であったりと、えー、いったところを目指していくというふうな事業を、えー、実施をこう今後していくというふうなところで聞いておりましてやはりそのヘルスケア分野は非常に今後また伸びていく余地は非常にあるんだろうなというふうに思っているところであります。 そして、直近では我々介護予防に関してですね少し抑制的なところも含めて SIB の可能性を探索しているところであります。実際にこう 直近ご支援というか,ですか、ね、あのお話を議論させていただいているところが2つの自治体様とです、ね、あのやっているところでありますけれども1つ目がその福岡県の大牟田市ですね今回来ていただく熊犬さんもです、ねえっと、ご案内いただいているところでもあるんですけれども実際、市内の介護サービスの提供施設における介護の進行の抑制をテーマに31年に向けた検討中というようなことを実施をいただいているところであります。 でまた2つ目の,その徳島県の美馬市ですねこちらもあの今回あのまたあるかもしれますけども J リーグのクラブさんと連携をしたプログラムですね、まあ、そういったところをこう実際にやることで運動機能の改善であったり習慣の定着というようなところを図っていただいているというようなところで、まあ、今後その超高齢化社会というようなところに実際にどう持続可能性を探求していくかというような話の中で、まあ、この介護予防の分野もですね引き続きこう注力をしていきながら実際にエビデンスであったりどのような成果が期待でき できるかとそういったところの整理が日本の中で進んでいけばいいなというふうに思っているところであります。でまた最後のスライドになりますが実際にこの,、まああの先ほどご紹介をさせていただいたあの、まあ、年末にやった関西のセミナーでですねあの大阪府の堺市さんが、えっと、実際に取り組むされているところがです、ね、あの介護部に関するそのプロジェクトでございます。 でこちらについてはです、ね、あまああの実際にえっと身体活動であったり食生活であったり社会参加、まあ、そういったところマルチなものがです、ね、実際にその介護予防に効いてくるんじゃないかというようなところで、えー、一定のこう金額もえっと確保いただいてです、ね、推進をいただいているというようなところになっているところであります。 なのでまあこういった取り組みがですねまた今日はのお越しいただいた皆様の,ですねあのご関心に引っかかれば非常にありがたいなというふうに思っているところでありますしまああのこれからまた後にですに各事例であったりその現場に近いところであの実際にえっと汗をかいて取り組みをされている方々のご示唆というのもいただけるかというふうに思っているところでございますので実際にこうまたえっとこのセミナーの後ですねあの各地域で,ですねどういった取り組みができるのかというようなところが 一つでも二つでもあの訴訟できれば、今後日本の中でもですね介護業部であったり健康増進といったところが盛り上がっていくのかなというふうに思っているところでございますので、えっとぜひ引き続きあのセミナーにえっとご関心いただくというふうに思っているところであります。それではえっと私からの発表は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。